僕大和市の、まあ、西鶴間のあたりの人だったんですけど、幼い頃自転車で一生懸命この大山まで来たって思い出もありますので、あの、まあ、能舞台っていうこともありますし、また今回の積村芸術祭ですか、あの先ほど小口さんとお話した第1回目の開催になると聞きまして、やっぱ第1回目っていうのはやっぱ成功を収めることっていうのは第2回第3回続くんだよねっていう話もあのいただいたので、ちょっとあの今日いらしているあのお客様ファンの皆様楽しんでいただけるように頑張っていただきたいなと思います、はい、歌っているその目線の先にも、まあ、この客席スタンドを飛び越えて山々が並んでるっていうのはなかなかなくてですね、あの実際にどんな音がするのかなと思っていたんですけど、結構これが実は能舞台ということもあると思うんですが、いい音で、野外って大体あのデッドっていう言い方するんです、スカスカで音があまり響かないことが多いんです。でもとても響きがあって温かい音で、あの今日一緒にステージに上がるメンバーともすごくやりやすいねって話をしてたかと思うんですね。97年にバンドルナシーからソロ活動を始めました、はい、まあ、その時のシングルが多分あの世の中のお客様ファンの方からすると一番まあポピュラーな楽曲だと思うんですけど、I Love You, Beat, Love Is, Glass というまあ4枚のシングルが97年に出ていまして、その初年度のシングルは全てあの網羅しています、あとはまあ新しく発売になったばかりの Never Fear というミニアルバムがありますけど、その楽曲もあのここでは披露したいなと思います。いろんな方々がいる中で、ああじゃあ10月の第1週第2週目のこう休日に大山に行って、まあ、ちょうど山が閉じる頃だと思うんですよ、この冬に向かっていく、ね、山開きではなくて山が閉じてくる時に最後にこうお祭りが続くというのは、あのお話今日あの宮司さんに聞いてましたら、この前に伊勢原で大きなお祭りがあったり、雅楽のこの地元の人たちのお祭りがあったり、そしてこういうまあ積村芸術祭というのがあったりということで、まあ、シリーズ化されたいというお話をいただきましたので、はい、日本全国各地のことを僕は知ってるわけじゃありませんけれども、やっぱり子供の頃そのコマを回すとか、まあ、めんこで遊ぶとか、まあ、時代背景もあるかもしれないんですけれども、すごく自分にとって大切なものだったんですね、遊びとして。で今の子供たちがそのコマを回してるって姿をやっぱりあまり都会で見かけないので、せっかく大山にはそういうまあ、文化がありますから、大山ごまもう一度ね、子供たちの手に手に取ってもらえるアイテムにしたいよなと思いますね、若い世代の人たちに例えば夢を見てもしょうがないんだよとか、そんなに夢なんて簡単なもんじゃないよっていう言葉がずっとかかってた時代があったと思うんですけど、まあ、今そのオリンピックも始め、なんかこう国が元気になろうとしてる、そういう階段を上り始めてると僕は思っているんで、もう若い人たちにはぜひ大きな夢をこうたくさん持ってもらって、たとえその失敗しても我々大人たちがその若い子たちをしっかり受け止めてあげられる、その受け皿っていうんですかね、そういうものをもし作っていけたらいいのかなとは思ってます。まあ、そういう楽曲を僕もずっとあの前作ライフからも書いていまして、ぜひ僕が子供の頃ちょっとバブルだったんですよ、1970年生まれ80年代っていう、まあ、10代をもう思いっきりバブルにどっぷり使っていたので、まあ、いいことしか言わないんですよね。パイロットになりたいとか総理大臣になりたいとか大きな夢を持っている子どもたちばかりの中で育っていたので、ぜひもう一度、まあ、物質的な欲ばかりを求める時代が必要かどうかは分かりません、それはあの皆さんが選べばいいと思いますけれども、やっぱり豊かにこう夢を語れる時代に、子どもたちのために戻してあげたいなという気持ちがすごく強くありますね。